ここですね。ジャックスですね。うん、古そうなんか。古そうね。海の近くやからすぐサビちゃんだよね。なるほどね。今ジャックスの4階に来ました。来ましたね。でここに来たかったの。すごい昭和レトロじゃない？確かに。なんだろう、色使いも、もう今の日本では見ないような色使いだよね。確かに。いきなりマーベル。かじってたな。タバコみたいなやつだよね。そうそうそう。懐かしいね。すごい種類。まあそれで俺歯何回取れたか。え？それ銀のやつ。だな。大人になってからの話。すごいね。私昔駄菓子屋で働いてたからさ。そっか。そうそう、すごく懐かしい。これ大好きだったな。それ美味しいよね。これ美味しいよね。わあ、子供好きだよね。台湾とかも行った方がいいね。可愛い。ねねね。こういうのだけじゃなくてさ、こんなのもあるんだ。知らんな、それは。駄菓子屋さんですね、これは、うん、駄菓子みんなわかるかな。なんか日本の昔ながらのお菓子のことを駄菓子と言います。この安っぽい感じもいいね。安っぽ。こういうのがね、子供の時は大好きなんだよね。ゆきちすごいね、それ、うん、完成度高なあ。お金持ち欲しいよね、こういう刀みたいなの。中二心をくすぐるんや。確かに。しかもお菓子入ってるしね、ちゃんと。面白い。だって俺これ毎日食ってたもん、ポテトチーノ。そうなんだ。こんなの見たことないんだけど。嘘やん。何これ、食べたことない。これ毎日食べてた。本当に。こっちも、うん、これ何、それ見たことない。カップラーメンっていうこと、これ。そう、これラーメンでもパスタでもいけんね、このペペロンチーノ。あ、そうなんだ。お湯そのままにしといたらラーメンで、お湯抜いたらペペロンチーノなの。そうなので、金持ちのやつはパスタで食うね。どういうこと？金ない人はラーメンで、うん、汁まで飲んでお腹を膨らますっていう。あ、なるほどね。そうそうそう、そういうことね。俺はいつもラーメン。お金がなかったタイプ。そう。そこでな、ある程度冷え歩き分かれてる。子供の時、うん、じゃあ私はあんまり今までそんな食べてきてないから、量が気になる駄菓子を今からショッピングしようか。なるほどね。うん、そうしよう。ヤンヤンつけ棒。どういうやつ？なんかな、これ、うん、なんか何て言うの、これ、これをチョコレートにつけて食べるやつ。これで130円はちょっと高いなと思う。あ、そっか、なるほどね。価格帯も含めての駄菓子の王。駄菓子の王。キングオブ駄菓子。確かにこれを私でも食べたことある。そうだな。うんうんうん。駄菓子といえばこれちゃう。そうだね、うん、確かに。カゴ取ってきた方がいいんじゃない。これでもいらんな。いらんのかい。俺これめっちゃ食ってたな、ウルトラハニー。見せて。これこれは何、梅？梅。これ今まで4つ入ってたんやけど、コスト高くなっちゃって、うんうん、あんま触ったらダメよ。これも見てよ、こんなちっちゃくなったんや。食べたことないそれ。マジでヨーグルト、これな、このなんていうの、スプーン、木のちっちゃいスプーン、スプーンで食べる。へー、そうなんだ。これがちっちゃくなったんか、俺らがでかくなったんか、どっちかわかんない。確かにね。スタンプモンスター。はいはい。これどういうやつなの？スタンプの形のラムネで。なるほど。
そのスタンプ押すところ、インクのところが、なるほどね、着色料がなくついてて、ベロにつくんよ。体に悪そう。そうそうそう。子供はこういうの好きだよね。11円。ロング中めっちゃ短くなってる。ショート中だよこれ。そうなの、もっと長かったの。もっと長かった、これしかも20円やったし、20円やったのが今54円です。わー、値上がりですね。めちゃくちゃ怖そう。お化け屋敷ですね。で、こっちにはたこ焼きミュージアムがあります。え、天王寺阿部のたこ焼きだって。うちら昔住んでたところ、天王寺。懐かしい。わ、たこ焼きだ。山ちゃんやわ。あ、山ちゃんか。あ、山ちゃんね。いろんなたこ焼きがあります。やっぱ大阪のソウルフードがこんなにも東京で見れるなんて。はい、何味を頼んだんだっけ。普通にソースマヨと柚子ポンマヨ。おお、いいですね。これ私たちがめちゃくちゃ大阪で食べてたやつよね。天王寺。そう、天王寺で、天王寺住んでたからね。で、天王寺の山ちゃんっていうので出てた。びっくり。え、やばい。これさ、解除されたから緊急事態宣言が。ビール飲めるね。えぐいね。外で飲むビール最高。どう、美味しい。まあまあまあ、どうですか、本家と比べて。どう。あ、本家の方が美味しかったかな。そうちょっとなんか焼きすぎな感じは。うん、今ずっと放置されてた感じがする。生ズッケ。まあ美味しい。こういう写真が撮れるみたい。面白くない？うん。普通に元気あったらこういうところ行って写真撮りまくるのいいよね、うん、観光で。いい。面白そう、射撃がある。うまい。みんなほら銃でバンバンって撃ってる。楽しそう。楽しそう。でもこれ子供は入れないみたい。うまい。18歳未満の人は入れないんだって。だから大人しか遊べない。不思議だけどね、なんで大人しか遊べないんだろう。危ないから。おしゃれ。おしゃれ。かわいい。これもさ、すごい日本の昔のキャラクターだよね。あなんか今さ、現代的なさ、ホッケーのやつってさ、もっと大きいじゃん。でもこんなちっちゃくてかわいい。かわいい。これさ、一つやってみない？やるか。100円とかだよ。あ、モグラ叩きとかもあるよ。日本の昔のアイドル松田聖子とかもいる。かわいいよね。やろうか。これやろう。これ一回100円だって。やろう。なるほどね。これさ、外れて
飛び出すっていうわけじゃなくて、3回当たったら飛び出すんか。飛び出すっていうこと。100円、100円。うわ、そこにあるんや。へえ。ここから行くよ。いや。外れ外れ。外れ外れ外れ。当たり当たり。当たり2回出たよね。でも。あ、3回か。3回当たりが出たら私たちの勝ち。2回だけあったね。2回だけ。残念。次の行きましょう。次の行こう、次の。お相撲さんと腕相撲できるよ。やろうかな。やってみ。100円。100円取って。また100円で。今からお相撲さんと腕相撲をします。ああ、腕相撲ね。そうそう。調整中だった。あら。悲しい、悲しい。違うやつやりましょうか。挑戦中でした。見つけました、面白そうなやつ。これ面白そう。これ面白そう。何が何がなんで、なんで言えばな、普通に順調に来てるゲーム放題になった。まあこういうもんか、昭和のゲーム。高かった、高かった。レインボーブリッジももちろん見えるんだけど、でもひときわ目立ってるのが東京タワー。赤いね。綺麗。もっと近くで見てみようか。で、あれがあのレインボーブリッジですよね。で、そこが東京タワー。わあ、電車が通ってる、東京タワーの前。お台場観光いかがでしたでしょうか。はい、ということでまたね。シンプル、またね、はい、またね。次の動画でお会いしましょう。はい、次の動画も東京で観光すると思います。はい、面白かったらいいねと登録をよろしくお願いします。バイバーイ。